初めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、ちょっと手に入りにくくなりそうなある商品がありますので、それを紹介したいなと思います。はい、その手に入りにくくなりそうな商品っていうのがこちら、ラベラっていうメーカーの 900B っていう品番の、これはクラシックギターの弦なんですけれども、ラベラ社、アメリカの会社なんですね。何が他の弦と違うかと言いますと、はい、こちらヤマハの一般的なクラシックギターの弦ですね。こちらはこんな感じの弦、皆さんよく知ってる、まあ透明の弦ですね。で、このラベラの弦はと言いますと、こんな感じ、黒い弦なんですよ。はい、2つ比較するとよくわかりますよね。こちらが一般的なクラシックギターの弦です。で、こちらがラベラの黒弦、ブラックナイロンと呼ばれている弦です。まあ、ウクレレなんかではね、結構ブラックナイロン多いんですけれども、一般的に、まあ、これは本当主観の部分なんですけども、このクリアの弦に比べると、この黒い弦っていうのは、音の出だし、粒立ちがはっきりしてるっていうふうに言われています。ですので、普通に、クリアの弦に比べるとやっぱりちょっと華やかな感じがするんですね。そういう音が欲しくって、このラベラの弦を使える方って結構多いんですけれども、うちがこれまでお願いしていました問屋さんがですね、ちょっとラベラの扱いをそろそろやめるぞというふうな連絡が今日入ってきまして、ちょっともう入ってきにくくなっちゃうのかなというふうに心配しております。ラベラの弦、本当にうちの中では結構ベストセラーでしたので、ある程度在庫は持ってるんですけども、それでももうこれでおしまいということで、非常に残念なんですね。で、まあ、ほっとてもなくなるの分かってるんですけども、これを機に皆さんに知っていただきたいなと思いまして、今回動画で紹介させていただいております。ちなみにこの黒弦は 1,2,3 弦のみです。4,5,6 弦の巻き弦はと言いますと、実はラベラは、ちょっと、金色がかってる、まあ華やかな音がするということで、ラベラの弦っていうのは本当に根強い人気の、弦の一つなんですね。まあ、クラシックギターをされてる方っていうのはいろんな弦を使われてると思うんですけども、意外と黒弦っていうのは触ったことがないっていう方も多いようなんです。ですので、これを機会に一度、このラベラの黒弦っていうのを使っていただくのもいいかなと思います。きっとね、その音色の違い、発音の違いにびっくりされると思います。うちがね、ちょっと仕入れるのが難しくなるだけで、ラベラがなくなるわけではないと思いますので、もしラベラ気に入っていただければ、今後継続してまた使っていただければいいんじゃないかなと思います。本当にこれいい弦なので、ぜひぜひ一度試していただければなと思います。というわけで、本日はこのブラックナイロンのラベラの弦の紹介でございました。もう本当にね、若干数しか残ってませんので、もし気になった方は今日の概要欄に、こちらのリンク貼っておきましたので、ぜひぜひお買い求めください。よろしくお願いします。